ch2020 今週もお付き合いいただきありがとうございました。あしたさあ今日は、うん、今日もか上越市のフェリックスさんから、えー、お題をいただいております、うんえー。電子メールの日ということで電子メールで気をつけていること失敗談などトークされてみてはいかがでしょうかといただいております。<ー>私ねあります。<何>月に1回ぐらいやっちゃうのが、うん、添付し忘れ。ああ<ー>、<う>あるね。 うんと添付すするることあるんですよ、うん、私たちその出演される方とかにね。でその時にあの自分ではしたつもりだったけどされていないとか、うん、逆にこの要領を置きすぎて相手にはそこだけあの送られてなかったとかそういうのがありますね。さんありますあ 社内の人にお世話になっておりますって書いちゃったりね。あ、はいはい。お疲れ様ですと、そうだね。おで始まるから。はいはいはい。ぱぱって打った時に。確かに。逆じゃなくてよかったですね。まあ、あるあるだと思いますけれどもね。あとは。送る人間違えたりとか、さすがにないですか。いや、でもね。何回かあります。あら。あの。最初の。頭文字入れたら。パートも今出てくるじゃないですか。はいはいはい。 それで、もう、パッておっしゃったのでね。なるほど、なるほど。うん、私、いつもね、打ち間違えるのが、よろしくお願いいたしますを、うん、必ず、一回、遺体に変換されてるんですよ。ちょっと待って。そう。いたしますの S が抜けて、遺体って打ってるんでしょうね。だから、演技、うん、縁起でもないって思って、急いで消して、いたしますって。うんうん、いや、それ間違ってそのまま行っちゃったら、そう。危険ですねそ。そう、なんか、間違いない。 間違えて、痛いしまうになってたっていう、うわーわーわー、しまわないしまわない <laughs> みたいな。誰も亡くなってないと思って。<laughs> あ<ー>そう、ちょっとこれはね、うん、送る前に気づいてよかったなという失敗でしたけれども。ちゃんと読み直さなきゃいけないんですよね、<laughs> そう。ね、急いでるとね、そのまま刺し、うん、ペーってやってね、ペーみたいなね。<生> <laughs> よろします<生>はい。皆さんも気をつけていきましょう。<laughs> ということで、来週の CH2020 もよろしくお願いします。バイバイ,バイバ